Welcome from me, welcome from the world. I want to say hello to the Vice President of Vietnam, Vice President Tin, Vice President Robredo, Noriko Nakamura, and Henrika Bocknards, ministers, ambassadors, ladies, and gentlemen. しかし、日本が変われば世界が変わっていくというふうに信じて、日本の経済界に、上場企業には少なくとも、役員に一人の、重役に一人の女性を入れるように要請をしています。<music> now my pleasure and honour to present the 2017 Global Women's Leadership Award to Prime Minister Shinzo Abe.. 世界の女性リーダーの皆様、そして女性活躍を強力に推進をしていただいている男性リーダーの皆様、ようこそ日本にお越しをいただきました。グローバルサミット・ウィーメン代表であるアイリーン・ダティブダットさんは、この会議を1990年から世界各地で開催し,してきたと聞いています。この度この度東京で開催されることを大変嬉しく 思っておりますただいま、このプロモーションビデオ、素晴らしいものを作っていただきました。ぜひ私のキャンペーンマネージャーになっていただきたいなと、<laughs> こんなようにも思ったような次第であります。えー、今回、グローバル・ウィメンズリーダーシップ・アワード2017に私を選出をしていただき、大変光栄に思います。そしてこれはは私だけではなく 日本における女性活躍に取り組むすべ、まあ、ての人々に与えられた賞だと思っています。その皆さんを代表して御礼を申し上げたいと思います。アベノミクスはウィメノミクス。安倍政権が目指すすべての女性が輝く社会は、あらゆる人がさまざまな制約を乗り越えて、自分らしく活躍できる社会です。安倍政権の 4年で女性の就業者数は150万人増えました第1子が生まれた後も働き続ける女性の割合が初めて5割を超えました上場企業の女性役員も倍増しました先ほど申し上げましたように上場企業は少なくとも1人の女性を役員にするようにこう 企業ののの皆さんにおお願いいをししててりまますすこの女性の役員はは必ずもも日本人ででなくても結構でございますどうかここにいる皆さん、私がと思う方は立候補していただきたい、このように思います。<手>まあここでは紹介しきれないぐらいなたくさんの今、成果は上がってきています。そして女性の活躍が進むことで、社会がより良くなる、その効果が出てくれば、さらに女性の活躍が進んでいく。 すると、もっと効果が出てくる。私たちのウェブネメックスは、スタートしたばかりでありますが、これから相当のスピードで進んでいくと確信をしています。えー、私は、保守的な政党の中にあっても、その中でも保守派に分類をされております。その私が本気になって、女性活躍の推進を始めました。これはもう 日本の女性活躍の流れは後戻りしていかないということの証明ではないかと思っています。このように安心していただいていいんだろうと思います。まあもしかすると今回の賞はまあそのことが保守的な政党の中で保守者の私が取り組んだことに対する賞をいただいたのではないかなとこう思っております。まあしかしまだまだ多くの課題があります。 子供を産むと仕事を続けにくい女性の活躍を阻む大きな壁です働く女性が増えるにつれ特に都市部でお子さんはなかなか保育所に預けられないという問題が発生していますこの問題には4年前から待機児童ゼロを目指して取り組んできました2013年には保育の受け皿の整備を加速するため 2017年度末までの整備目標を40万人分としていましたが、2015年、これを50万人分へと上積みをしました。2014年には育児休業給付の給付率を50%から67%へと引き上げました。これらののの取りり組みもあり子育て世代の女性の就業率は加速的に増え 昨年には約72%に達しました。その結果、保育所の申し込みがさらに増えています。子供を預けて働く人はさらに増えていく。これを前提にして取り組んでいかなければなりません。地域ごとの状況にきめ細かく目配りし、保育の受け皿を整備する自治体を支援してまいります。いくら女性が頑張っても、 男性の意識が変わらなければ女性の活躍にも限界があります。家事や育児は夫婦で共に担う。子供が生まれた直後から夫が育児に取り組めるよう、男性の育休に加え、妻の出産直後の休暇、いわば男の産休の取得を推奨していきます。特に国家公務員の男性は全員、 5日以上取得するよう強力に推進してまいりますより根本的には育児や介護等の負担があっても仕事と家庭を無理なく両立できる環境を作っていかなければいけません。働き方改革はそのための最大かつ最大のチャレンジです。私が先頭に立って進めており、今年3月には働き方改革実行計画を 公表いたしましたまず、長時間労働の是正です。日本の企業文化やライフスタイルに根ざしたものですが、正面から取り組んでまいります。長時間働いたことを自慢するような社会を根本から変えていきます。3月には、時間外労働の上限規制等について、私が次長になり、 歴史的な労使合意がありました関連法案を早期に国会に提出しますさらに正規と非正規の理由なき格差を埋めていきます日本では家事、育児などがなどもあって自ら非正規雇用を選んでいる女性が少なくありません仕事ぶりや能力が適正に評価され意欲を持って働けるよう同一労働、同一賃金を 実現します昨年末に示したガイドライン案は具体的に何が不合理な待遇差なのか賃金にとどまらず教育訓練や福利厚生もカバーしましたガイドライン案の実効性を担保するため関連法案を早期に国会に提出します子育てのために仕事を離れたが子どもが大きくなったので再び働きたい、まあ、しかしキャリアにブランクがある 正社員として採用してもらえない。このような女性が大学等におけるリカレント教育を受け、その後、再就職支援を受けることで、それぞれのライフステージに合った仕事を選択しやすくしていきます。受講料を、離職後20年まで最大7割補助できるようにするとともに、土日、夜間、e ラーニング、 短時間ででも受講できる大学とのリカレント教育講座が増えるよう支援を拡充し全国に展開します女性たちには仕事を続けていく中でゆくゆくはリーダーに登用されるための資質を磨いていただきたい今年1月にはハーバードビジネススクールの教授陣と連携し幹部候補の女性を対象にした研修プログラムが 実ししまままた女性のの活躍の場は企業にとどりせん自らビジネスを立ち上げたいと考える女性の相談に応じる専用窓口を全国10か所に用意し地域の金融機関や民間事業者 NPO 等と連携しながらそれぞれのニーズに応じたきめ細かな支援を行っていきますロールモデルとなる 日本女性は大勢いらっしゃいます青年海外協力隊でアフリカに派遣されていた鮫島寛子さんはエチオピアで取れる世界最高のシープスキンを使い色使いが鮮やかで手触りがしなやかな高級バッグのブランドを立ち上げました日本が長年支援してきた。 カンボジアの母子保健センターは、たくさんのお母さんと子どもの命を救ってきました。日本の協力で、乳幼児の死亡率が半減しました。医師の江上ゆる子さんをはじめ、日本人女性がこうした協力をリードしてきました。国の内外分野を問わず、こうした方々の後に続き、社会で活躍する。 意欲のある女性たちの背中を押していきたいと思いますまさに日本は人口が減少していく中で女性の力を必要としていますと同時に女性が社会に参画をしていくことで多様性が生まれより力強い社会となっていくと思いますよく私はこういう会で こうお話をさせていただきますもし、リーマン・ブラザースがリーマン・ブラザースシスターズだったら破綻しなかっただろうということを申し上げているわけでありまして、我が国もそうならなければならないと、こう考えています。先ほど一緒に入ってまいりました森政子さんにも、第2次安倍内閣が成立したときに、最も難しい 法案である特定秘密保護法をですね担当していただき、こんな中、大変難しい答弁をしていただき、成立に導いていただきました。私は大体難しい仕事を女性にお願いするわけでありまして、これからも女性の活躍を必要としております。こうしてお話をしていますと、きっと、ご親席の皆様の中には、我が国にもこんな優れた取り組みがある。 日本ももっとこうしたらよいのにと思われる方がいらっしゃるかもしれません。すでに柔軟な働き方を実践されている企業の方々も多くいらっしゃることでしょう。男性が家事、育児を行うことが当たり前の国もあると思います。ぜひその思いを、グッドプラクティスを明日からの理論,に理論で共有していただきたいと思います。 そそれこそがこがのの会の意義であろうと思います世界中で先頭に立って女性の活躍を推進している皆様の英知をここ東京で結集させるそして女性活躍のう,のうねりを作っていくこの先日本でそして皆さんの国で女性の輝く社会が実践するよう共に学び合い共に行動し 一緒に世界を変えていこうではありませんか。最後に<手>改めてこのアウーに選んでいただいたことに感謝申し上げたいと思います。ご清聴ありがとうございました。Thank much you very much.